ディズニーセコイアロッジは、フランスのディズニーランドパリ内にある、公式のディズニーホテルである。ディズニーレークと呼ばれを湖を渡って、商業施設、ディズニービレッジに面しており、1011室のゲストルームと2つのレストラン、ホテルバーがある。また、ホテルのスイミングプールとレジャー施設がある。ホテルの周りの木は、アメリカとカナダのウェストコーストから輸入されている。 ディズニーバケーションクラブにも対応している。1996年9月8日に部屋が火事により被害を受けた。アメリカのセコヤ国立公園の赤いレンガの建物をモデルとしている。ホテルからディズニーランドパークまで徒歩約7分である。アメリカのアナハイムにあるディズニーランドをモデルとしたパークでディズニーランドパリのメイン施設でもある。ホテルから ディズニービレッジまで徒歩約7分かかる。ディズニー関連の商業施設である。ホテルからウォルトディズニースタジオパークまでは徒歩約9分かかる。トワイライトゾーンタワーオブ、テラーやマーベルなどのハリウッド映画をイメージとした第二のパークである。ログキャビン風の店内でカントリースタイルの料理を提供するハンターズグリルとビーバークリークタバーン大きな暖炉で温まる。 カクテルラウンジ、レッドウッドバーラウンジなどがある。ありがとうございます。